よし、シンガポールのラップだ。最終コーナーの連続左コーナーを抜け加速していく。立ち上がりはスムーズに。カーズでブーストする。第一コーナーへ向かう。左にピット、右にマーカーボードが見える。入り口は跳ねるのでしっかり縁石に乗せる。次のカーブはあまり乗らないように。左に切り返す。立ち上がりはトラクションのかけすぎでホイールスピンしないように。左に寄せて可能な限り縁石に近づけ、第5コーナー立ち上がりの布石とする。出口の縁石を踏んで壁に寄せ、このサーキット最長のストレートへ。第7コーナーへ向かう間は絶好のオーバーテイクチャンスだ。100メートルボード直前でブレーキング。2速へ落とし、出口の縁石にあまり乗らないようにする。左に寄せて今度は1速まで落とす。ここもトラクションに気をつける。バンピーな出口を抜け、一旦右へ寄せてから左カーブへ。コーナーを立ち上がり、コース幅いっぱいを使って第10コーナーシンガポールスリング試験へ向かう。アグレッシブに縁石を越えていくが、やりすぎれば右のバリアに突っ込むのでほどほどに。右へ切って左へ返す。立ち上がりのトラクションに注意。橋を越え第13コーナーへ。ストレートラインからブレーキングして2速へシフトダウン。出口のトラクションに注意。可能な限り右のバリアに寄せる。再びカーズでブーストし、第14コーナーへ向かう。ストレートラインからブレーキング。コーナー入り口はバンピー。出口のトラクションにも注意する。縁石でバリアに突っ込む可能性がある。第16コーナーに向けマシンを立て直しておく。減速したまま次の第17コーナーを全開で立ち上がる。この先は厄介なコーナーだ。ブレーキング次第で左のフロントホイールがロックしてしまう。グランドスタンドの下も非常にスリッピーだ。縁石を踏んでバリアにできるだけ寄せる。第20コーナー内側の縁石を使ってラインを維持し、21コーナーを全開で立ち上がっていく。右に寄せたまま最後の連続左コーナーへ進入。出口の縁石を踏んでいく。これがシンガポールのラップだ。